はい、2月11日の竹中平蔵さんの平チャンネルなんですけども、やっぱりね、いいこと言ってますね。ここではこれはね、竹中平蔵さん好きとか嫌いじゃなくて、きちんと見ていればね、正しいことを言ってくださっていることが分かると思うんですよ。どういうことかっていうと、今コロナ禍でとっても経済が壊れてる時だから、こういう時に何をするかってことをまとめてくださってるんですよ。それはですね、借金をしてでも国民生活を立て直すことだってことですよね。この経済を立て直すことだって言われてます。増税なんてね、するべきじゃないっていうふうに、これははっきり言われてますね。増税をすると税収が落ちるとも言われてます。だから消費税をね、今 10% から 15% でするみたいな、そんなね、もう香ばしい香りが財務省から漂ってくるんですけども、こんなことしたらね、もう経済落ち込むわけですよ。税収も落ちますよ。それはね、 10% でもきついのに 15% 何も言わずにですね、 5% むしられたら結局は元の木阿弥なんですよね。だから借金をしてでも経済を復活させることだというふうに言われてます。私はだからね、国内でね、この財源論とかね、税金のこととか、それから、麻生この野郎とかね、言ってる場合じゃないと思うんですよ。それこそね、私が生活保護費を上げましょうとかなんとか言うと、すぐにね、こっちは一生懸命働いてるのに大してもらえねえんだ、生活保護は楽して金稼いでんだみたいなことね、いう方もいますけども、そんなことやってる場合じゃないんですよ。今ね、日本っていう単体の会社が、会社じゃないわ、組織体が世界から置いてかれてるわけなんですよ、だからね、新しい技術革新もないし、なんか秀才も生まれにくくなってくるし、世界に名だたるようなね、代表者も出てこないわけですよ。やばいですよ、これは、だからこの第4次産業革命に完全に乗り遅れてますからね。だから一刻も早く私が思うのは、税金を解除してですね、消費税なんて取っ払って、それから国民生活を立て直すために、もうね、もうとりあえず借金をしてばらまきまくる、借金は適当じゃないんですよ。国債を出動してですね、もっともっと国民生活を立て直さないと。そして余裕ある暮らしの中で、未来に向けての学習や投資をどん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 していくことによって、このね、アプリ開発ですとか、それから IT 技術、その他ね、電気自動車でもいいですよ、宇宙開発でもいいですよ。こういうところに未来あるものにどん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 人を傾けていってですね、それから10年後、20年後、30年後の世界との競争に勝ち抜かなくてはいけないんですよ。日本人が一体となってね、国内で足引っ張り合ってね、竹中平蔵が悪いとかね、言ってる場合じゃないなと思うんですよ。それこそ今、私もね、散々やってますけども国の代表者をね、叩いて下ろしてばっかりで、誰かが代表すればちょっとしたことで下ろして、また次の人が来ればまたね、足引っ張って下ろしてみたいなことを繰り返す場合じゃなくって、もうとりあえず、代表者に誰かをね、ドンと据えてですね、そこに一致団結して国民の力を注入するべきかなと思うんですよね。なかなかそれが難しいんですけどね。だから私が思うにね、例えば山本太郎さんが総理になったらいいなとは思うんですよ、あの政策をもってすれば。でも山本太郎さんがならなくても、山本太郎さんの政策を菅総理がやってくれてもいいと思うんですよ。だからね、人はですね、言ったこととかやったことによって、やったことですね、やったことによって評価されるべきであり、やったことによって罷免されるべきかなと思いますよね。ただ、だからといって、どんな失言も見逃すべきではないとも思うんですよ。言葉ってのはいずれ行動に変わりますし、行動がいずれ言葉に変わりますからね。今回の竹中平蔵さんのヘイチャンネル、ちょっと見てほしいな。低評価816で、グッド評価332ですけども、これははっきり言ってね、見識のない方が、低評価つけてるに違いないですよ。こんなね、私たちの言葉を代弁してくれるような回ですよ、今回2月11日の。みんな思ってることだと思いますよ。お、チャンネル登録者数が私と並んでるじゃないか。で、そのためにもね、私は竹中平蔵さんと三橋隆さんが再会することをね、お願いしたいなと思いますね。どうですかね、いってらっしゃい。